はい、皆さんこんにちは。2月3日、金曜日がやってまいりました。今日はマイシーカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。講師アレックスでございます。どうぞお付き合いくださいませ。というわけで皆さん、今日もですね、このように、まあ5つぐらいのですね話題を用意させていただきまして、お送りいたしますので、くれぐれもよろしくお願いします。まずはですね、まあ、あなたは翔平大谷、まあ、こう見てる方は翔平大谷してる、もちろん翔平大谷のあれですけども、この方がですねアメリカの、まあ、今 MLB に出してるんだけど、翔平じゃなくてスノーヘイってにかけてるんですよね。スノーヘイを紹介します。ということで、この雪のですね、雪だるまじゃないんだけど、雪のこの大谷さんの銅像がまあ出るということで、まあそこは北海道のね雪祭りに出るらしいんで、アメリカでも話題になっております。それから MLB ネットワークのね、ポジションランクが出ましたね。その中では大谷さんが6位なんですけど、マイク・トラウトが1位で、テイラー・ワード9位でしたかな。まあとにかく大谷さんが出てるので、まあ一応これも取り上げさせていただきました。そして大谷さんがですね、まあこの WBC、の話も出てるんですけど、 WBC でね大谷さんが MVP を取るんじゃないかという話が出ておりますよ。これはすごいね。23年の MVC の MVP 出るということだ。これはすごいわ。それも情報でございます。でメッツはやっぱり相変わらず、メッツはね大谷さんが欲しいって言っていやー、またこれ出てきましたね。すごいわ。そしてさらに最後の方になりましたけど、藤浪さんとか大谷さん、まあ、この辺の勝負あるかどうかという、まあ、そのような情報もありまして、で最近ですけどもね、まあ、魚じゃなくて卵がね不足してるんですね、アメリカの方ではね。これわざとやってるんじゃないかって、日本でもそうらしいんだけども、なんかね昆虫を食べなさいということなんだけど、まあね昆虫にも確かにねいいんですけど、卵の方がねフルあれがありますからね。まあいずれにそういうあれなんですけども、一応とりあえずはみましょうか。それではまずこちらからどうぞいきましょう。はい、お願いします。はい、どうぞ。 Excuse me, let's go。 あなたは翔平を知っています。はい、スノーホベイを紹介させてください。スノーホイ、この彫刻は日本で開催される第73回札幌雪まつりで展示されます。おお、なるほどね。で、どんな感じなんでしょうかね。スノーマンを作りたいですか。はい。大谷翔平は凍ったロープを打ち、彼のスプリッターは打者の背筋をゾクゾクさせる。そして今、彼は日本のフェスティバルでデビューする彼自身の雪像を持っています。すごいね。これはすごい、もう考えてやられる方はすごいですね。はい、まあこれもそうなんですけど、いきましょう。はい。世界の多くの地域では春の陽光と野球シーズンの到来を待ち望んでいる冬のホームストレッチを迎えた時に地面に雪が積もっています。暖かくなる前に雪だるまを作っている子どもたちがたくさんいることでしょう。そうですね。しかし彼らはおそらくスノーホベイオタニーを作っていません。エンゼルスの二刀流スーパースター大谷翔平選手の巨大雪像、それはまさに土曜日に始まる第73回札幌雪まつりで展示されるものです。へー。プロとしてのキャリアの最初の5シーズンを日本プロ野球で過ごした大谷が、来るべきワールドベースボールクラシックでチーム日本代表としてプレーする準備をしている間、彼の肖像はきっと視聴者に畏敬の念を抱かせる芸術作品に捉えられています。マウンドとプレートでの彼のパフォーマンスのように。信じられないかもしれませんが、スノーホベイオタニーの彫刻が札幌雪まつりに登場するのはこれが初めてではありません。え、そうなんだ。2013年に遡ると、大谷は同じ年に雪まつりデビューを果たしたほどすでに話題の天才でした。彼が NPB デビューを果たした時、大谷選手が札幌の雪に登場するのはこれが最後ではないかもしれません。あ、なるほどね。しかし、ポーズがなくなる心配はありません。今年、大谷は打者として描かれ、エンジェルスのバッティングヘルメットを着用し、左肩にバットを持っています。バット？次回は、
彼がピッチングする可能性があります、うん、そういえば大谷が定期的に毎時100マイルの速球を放つ腕を持ち、うん、もう一つの古典的な雪のアクティビティである雪合戦に参加している姿を想像できますか、うん、それは危険な提案かもしれません。スノホエの彫刻を作ることに固執する方が良いでしょう。なるほどなるほど、これがバットなんですかね。ここほらこう持ってるこれが左肩だから、こう見たとこう、あ、これがバットなんだね。あ、ヘルメットありますね、エンジェルスの絵が書いてあるから。なるほど。まあね、大谷さんは確かにあの日本の日本ハムの北海道のあれですよね。だからやっぱりね、あの素晴らしい雪祭りのね思い出もあるし、彼はまあすごいすごいですよね。はい、これでもこれもそうですよね。はいはい、ということでございまして、はい、あとワールドベースボールクラシックまで35日間、もう着々と進んでおります。はい、ありがとうございます。そしてこれがね、あのちょっとピッチャーとキャッチャーが今月の15日に報告するってことになってるんですよね。で、全体が20日、あと、あ、まあ20日だね。20日、20。なあ、その前にあれやってしまうのかね。これはすごいね。はい、じゃあまあとりあえず、あの、サムライジャパン。Ladies and gentlemen, サムライジャパン、きっと、勝つ。そして、ショヘイ・オータニ、きっと、勝つ。はい、ということでございまして、今日もあのカツを入れさせていただきました。はい、3月9日ですよね。2月にはあのゲームがないですよね。ということは向こうの方の話してるんですかね。まあとにかくこれも話しておりますけど、あの古田さんのですね、まあ選んだ、まあ、これいつも紹介しておりますけど、一番ゲームで、中国対日本は山本さんが行くんじゃないかと。で、日本対韓国ではダービーさんが行くんじゃないか。で、3番手は日本というか、チェコ、共和国は佐々木さんが行くんじゃないかということで、あと最後に、まあ最後じゃないんですけど、日本対オーストラリアは、今永さんと大谷翔平が行くんじゃないかという話出ております。それで、まあ、これ終わったらですね、そのまま、また、それを切り返していくということなんですけどね。それでですね、ここに、その、メンバーですね、大谷さんが一番に出ておりますから、一番、まあ、要するに簡単に言うと、大谷さんが出ればみんなビビってくるんじゃないかということで、まあ、なんか、ホームランがね、出そうな気は、前も話しましたけど、大谷さんのホームランを、まあ、一打席で私は予想しておりますので、はい。はい、ということでございます。これは違いましたね。これはまあ、こういう方法もありますよということで、ここですね。はい、大谷さん、これは松坂さんがやった。これは古田さん。で、松坂さんこれから松坂さんね。じゃ古田さんを前に持ってきて、で、松坂さんで、それでまあ、これはまあ、前にやったものだけど、やっぱりこれでしょうね。古田さんの方がなんか、いきそうな気がするんですけどさ、この2番ってね、まあ一応それなりに、まあコーチはどういうふうにするのか、それまた楽しみでございます。それでは参りましょう。まずは1番目からです。どうぞ。はい、お願いします。はい、MLB ネットワークによるポジション別ランキングトップ6が決定、うん、エンゼルス大谷は先発投手6位に。日本時間2月3日MLB ネットワークでは毎年恒例のポジション別選手ランキングのうち保守部門のトップ10を発表した、うん、これにより保守、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、左翼手、中堅手、右翼手、先発投手、救援投手と全10部門の発表が終了。指名打者部門のランキングはなし。日本人選手では唯一大谷翔平、エンゼルスが先発投手部門の6位にランクインした。なお各ポジションのトップ選手合計10人のうち7人が3月に開催されるワールドベースボールクラシックに出場予定となっている。 MLB ネットワークが発表した各ポジションのトップ10は以下の通り。括弧内は所属チームと昨年の順位。保守、
1JT リアルミュートフィリーズ1位、2ウィル・スミスドジャース3位、3アドリー・ラッチマンオリオールズ圏外、4ショーン・マーフィーブレーブスゼナイ、5ウィルソン・コントレラスカージナルス4位、6アレハンドロ・カークブルージェイズ圏外、6回まで一塁手、1ポール・ゴールドシュミットカージナルス5位、2フレディ・フリーマンドジャース1位、3ブラディ・ミール・ゲレーロ JR ブルージェイズ2位、4ホセア・ブレイユアストロズ8位、5ピート・アロンソメッツ6位、6マット・オルソンブレーブス3位、二塁手、1ホセア・ルトゥーデアストロズ4位、2ジェフ・マクニールメッツ9位、3アンドレス・ヒメネスガーディアンズ圏外、4マーカス・セミエンレンジャーズ2位、5ブランドン・ラウレイズ3位、6ホルヘ・ポランコツインズザナイ、3塁手、1グマニー・マチャドパドレスザナイ、2ホセ・ラミレスガーディアンズ1位、3オースティン・ライリーブレーブス圏外、4グラファエル・デバースレッドソックス2位、5ノーラン・アレナドカージナルス8位、6アレックス・ブレグマンアストロズ3位、遊撃手、1トレーターナーフィリーズ2位、2カルロス・コレアツインズ3位、3ザンダー・ボガーツパドレス4位、4コリー・シーガーレンジャーズ5位、5フランシスコ・リンドーアメッツ9位、6ダンズビー・スワンソンカブス圏外、左翼手、1ヨーダン・アルバレスアストロズ圏外、2フアン・ソトパドレス右翼手1位、3カイル・シュワーバーフィリーズ5位、4テイラー・ウォードエンゼルス圏外、5ランディア・ロザレーナレイズ右翼手10位、6クスティーブン・クワンガーディアンズ圏外、センター中堅手、1マイク・トラウトエンゼルス1位、これすごいよね、2バイロン・バクストンツインズ3位、3フリオ・ロドリゲスマリナーズ圏外、4ブランドン・ニモメッツ左翼手6位、5マイケル・ハリス2世ブレーブス圏外、6ブライアン・レイノルズパイレーツ4位、右翼手、1アーロン・ジャッジヤンキース4位、2ムーキー・ベッツドジャース5位、3ブライス・ハーパーフィリーズ2位、4カイル・タッカーアストロズ6位、5ロナルド・アクーニャ JR ブレーブス3位、6ジョージ・スプリンガーブルージェイズ中堅手2位、先発投手、1コービン・バーンズブリュワーズ9位、2ジャスティン・バーランダーメッツ圏外、3ギュカルロス・ロドンヤンキース圏外、4マックス・シャーザーメッツ3位、5サンディアル・カンタラマーリンズ圏外、6大谷翔平、ね、エンゼルス圏外、救援投手、1エドウィン・ディアスメッツ圏外、2エマニュエル・クラセガーディアンズ4位、3イデビン・ウィリアムスブリュワーズ3位、4エヴァン・フィリップスドジャース圏外、5ヨアン・デュランツインズ圏外、6ライアン・プレスリーアストロズ5位。はい、ということでございまして、10人まで見たい、まあ10回10人やってたんですけど、私は大谷さんの6回ということで6回まで皆さんに公開させていただいたんですけど、見たい方がいたらまたMLB 行けば見れますので、まあ6回だけでもすごいなですよね、すいませんということでございまして、大谷さんは6回に選ばれております。すいません、こちらでございます。
WBC 大谷さんが優勝するんじゃないかと、優勝っていうか、あの MP を取るんじゃないか。大谷翔平がド迫力フリーすご、はい、マジいい音と消える大飛球、ファン予言 WBC で MVP。 ねえ、大谷翔平のフリー打撃を MLB 公式も注目、多くのファンが反応した。エンゼルス大谷翔平投手の破壊力抜群のフリー打撃が話題になっている。 MLB 公式ツイッターは大谷がインスタグラムに公開した打撃練習映像を投稿、多くのファンが衝撃を受けている。大谷は2021年の試合前練習から主に屋内で打撃練習、昨季はオールスター戦前に屋外で打撃練習、右翼場外へ消える推定140メートル弾を連発してファンを驚かせた。今回公開したのはエンゼルスキャンプ施設で撮られた動画。うわーとのうなり声とともに右中間方向へ打球が消えている。右中間付近で守るスタッフは打球を追うこともしない。スイングの強度から見ても調整は順調に進んでいるようだ。追うこともしない。 MLB 公式ツイッターがショーにオフシーズンはないと公開した動画にはファンから多くのコメントが寄せられた。元エンゼルスでパイレーツとマイナー契約したログザストリズニー投手は、誰もあの山でハイキングしていないことを祈ると中堅後方にそびえ立つ岩山に注目。うん、ファンからはMVP シーズンがやってくる、力感がないように見える、 WBC で MVP を獲得するだろう、2022年本当の MVP、などと大反響となっている。ということでね、大谷さんが MVP 取るんじゃないかって言って、まあ、この映像もございますのでちょっと見ましょうか。はい、どうぞ。あ、セーメラ、バイナー。いやーすごいね。もう一回行きましょうかね。あ、セーメラ、うー、すごい音だね。音ともに行ってきましたね。はい、ありがとうございます。続きましてこれでございます。メッツが欲しい欲しい、大谷さんが欲しい。メッツの大谷翔平の獲得は増税の脅威によって頓挫する可能性がある。あ、なるほど、頓挫しちゃうんだ。2024年に予定されている3回払いの 110% の贅沢税が、スティーブ・コーエンがスーパースターの大谷翔平に挑戦することを思いとどまらせない場合、次のことを覚えておいてください。はい。税金は契約期間中にさらに上がる可能性があります。あ、そうなんだ。現在の 90% のいわゆるスティーブ・コーエン税は、コーエンをあまり思いとどまらせていません。うん、ただし、最終的には、カルロス・コレアの身体的な問題が浮上した後、税金が要因となり、公演はおそらくツインズの年間給与3300万ドルに匹敵しませんでした。しかし、ある上級幹部は CBA が執行する4年後に計算が行われ、公演の支出がさらに高くなる可能性があると予測しています。 110% の税金で5000万ドルの大谷の潜在的な給与は、年間1億500万ドルの費用がかかることになります。しかし、他の所有者はさらに高い税率を要求する可能性があります。110% であっても、10年で5億ドルの取引を行うと、個変には10億ドル以上の費用がかかります。あるライバルは、この理由から、税率がそれほど高くない大口消費者であるパドレスが高額入札者になると予想していると予測した。MLB の情報筋の一人は、オーナーがサラリーキャップ、労働組合は絶対に要求しないを要求するかどうかを判断するのは時期尚早だと言っていますが、うん、一部のオーナーは公園と MLB との間のますます明らかになっている財力のギャップに動揺しているという噂が広まっています。彼を抑圧するために新たな手段が試されるかもしれないとは思っていません。 USA Today スポーツ。公園は野球ビジネスから抜け出すことを望んでいるナショナルズのラーナーを除いて、他のすべての所有者の2倍の価値があり、明らかに9桁の損失を喜んで吸収するため、これほどの富の格差は見たことがありません。毎年、メッツにとっては確かに素晴らしいことですが、ゲームには良くないと懸念する人もいます。また、コーエンが今年支払う記録的な1億1000万ドルの税金が、
収益の少ないチームに適用され、彼らを和らげるのに役立つ可能性があることも見過ごされるべきではありません。結局はね、皆さん、メッツが出してきたり、ドジャーズが出してきたり、まあ、いろんなパドレスが、要するにこういう情報はね、入れとけば、ああ、まあ、メッツに入るんだな、メッツに入るんだな、何にも出さないとね、やっぱり あれなんで、やっぱりかっこいい人たちもね、一生懸命今度はメッツ入るだろうと、こういうわけで、こうで、いや、でも、その贅沢税ではダメになるかもしれないと、まあ、そういう話もしておりますがね、大谷さんはドジャーズに入ります。私はそう思っておりますので、7月までお待ちくださいませ。はい、どうぞ。続きましてこちらでございます。これも参りましょう。どうぞ。 MLB 藤浪晋太郎は最多四球も2桁勝利、吉田正尚は首位打者、日本人躍進を米予測。大谷翔平の貢献度も MLB トップ、データサイトが読む今季成績。エンゼルス大谷翔平、メッツ千賀滉大、アスレチックス藤浪晋太郎、レッドソックス吉田正尚、左上から時計回り。うん。米国の野球データサイト、ファングラフスの今季メジャーリーグの成績予測が更新され、上位に日本人選手の名前が並んでいる。おー。エンゼルスの大谷翔平投手は、どれだけ勝利に貢献したかを測る数値、ウォーでメジャートップ、オリックスからレッドソックス入りする吉田正尚外野手は、ア・リーグ首位打者と、投打で日本人選手が大活躍との予測だ。表、大谷は投打で文句なし、米データサイトが予測した日本人メジャー9人の今季成績。公開されたデータによれば、大谷は打者として打率 .257、本塁打35本、91打点との予測。本塁打部門は昨季リーグ新の62本塁打したアーロン・ジャッジ、ヤンキースが45本でキング、チームメイトのマイク・トラウトが42本で2位。大谷はア・リーグ5位と予想されている。うん、打者としてのウォーは 3.3 との予測だ。投手としては13勝8敗で防御率 3.08、213奪三振で昨季並み。こちらではウォー 4.3 を稼ぎ、投打合計は 7.6 で堂々のメジャートップを予測している。打者トップはジャッジで 7.5、投手トップはメッツからレンジャーズに移籍したジェイコブ・デグロムで 5.6 と予測する。また、吉田の評価の高さも特筆ものだ。112試合に出場し18本塁打、72打点。打率はア・リーグトップの.302 と予測されている。すごいね。出塁率もジャッジらに次ぐリーグ3位の.380 で、リーグ有数の強打者になると予測されている。わお。その他、藤浪晋太郎投手、アスレチックスはリーグ最多の94球を与えるも、10勝8敗で2桁勝利を挙げると予測。鈴木誠也外野手、カブスや右肘手術から復帰する前田健太投手、ツインズと日本人選手は軒並み成績を伸ばすと見られているようだ。まあいいことだね、鈴木伸ばすっていうことはね。はい、ということでありまして、皆様いつものように今日も、お便りが時間がやってまいりました。まずはこの方から参りましょう。通りすがりの万神王様。はい、お願いします。どうぞ。通りすがりの万神王さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんにちは。はい、こんにちは。早速 WBC の話題になりますが、はい、ドミニカ共和国のチームで MLB 所属、チームから出場停止依頼があり欠場となった選手がいるとの字でお知らせします。はい、ありがとうございます。他の国の代表も含め大谷選手は大丈夫か。おう。 WBC ドミニカ共和国代表入りが期待されていたヤンキースのルイス・セベリーノ投手28とブルワーズのフレディ・ペラルタ投手26、そして前日に不参加が報じられたマリナーズのルイス・カスティーヨ投手、30つの3人が大会に出場しないと2日、地元メディア Z101 のエクトル・ゴメス記者が伝えた。同記者が自身のツイッターで明かしたもので、欠場の理由に3人とも所属球団から大会に参加しないよう推奨されたと、それぞれのチームの意向が影響しているとリポートした。
オールスター2度選出を誇るセベリーノは21年9月にトミー・ジョン手術から復帰。昨季は広瀬筋の張りなどで19試合の登板にとどまり、7勝3敗、防御率 3.18 だった。ペラルタは21年に10勝5敗、防御率 2.81 を記録し、オールスターに初選出。カスティーヨは昨年7月にレッズでオールスターに出場し、その後マリナーズに移籍。2チームで計25試合に登板し8勝6敗、防御率 2.99 だった。13年大会で優勝したドミニカ共和国だが、スター選手で占められた今回は最強メンバーとの呼び声が高い。21年の本塁打王ウラジー・ミルゲレロ内野手、ブルージェイズ、や通算125本塁打のフアン・ソト外野手、パドレス、昨季ア・リーグ新人王に輝いたフリオ・ロドリゲス外野手、マリナーズ、らが名を連ねている。話は変わりますが、昨日ドルフィンさんが神田川歌ってましたが、南こうせつさんの曲なら、夢一夜の方が好きですね。ドルフィンさん知らないかと思うので紹介しますね。ありがとうございます。https://utah.be/7uwncfmq。それとフォークだと松山千春が大好きでよく聴いてましたね。松山千春も素晴らしいんだよね。デビュー曲の旅立ちや、大空と大地の中で、季節の中で、など、広大な北海道の大地を想像できるような透き通るような歌声が今でも一番好きな歌手の方ですね。おー、確かに。旅立ち、デビュー前、レア動画、https://youtube.be/xjyx_mcat4。はい。大空と大地の中で自分のお箱、笑い。https://youtube.be/wdcmsgo/1ey。季節の中で https://youtube.be/kou1zkm1i。演歌で一番好きな曲は石川さゆりさんの津軽海峡冬景色。これいい曲だよ。https://youtube.be/ojxmqlt-fnonw6y。あとは森まさこさんの悲しみ本線日本海も好きです。https://youtube.be/ujjku。今日はこんなところで終わります。もともと野球より歌謡曲の方が知識あるかもです。そうですか。いや、野球はすごい知識ありますよ。驚きましたね。いや、それでね、みな、トリスガリさん、ちょっとね、これね、もし引っかかったら消しますけど、ちょっとだけ出しました。私はね、これですよね。素肌に片袖通しただけで色とりどりに、これいいね、この脱ぎ散らかした、私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない。確かにこう響くね、綺麗な声。いや、本当素晴らしい。うん。響ってますね、確かに。これいい曲だね。
森まさこ。どこへ帰る海鳥たちよ、シベリア卸の北の海、私は戻る腕もない、戻る戻る胸もない。はい、それではここでアメリカ人の方にも歌っていただきましょうか。アレックス・メモンさんが歌ってくださいます。酒よです、どうぞ。あのこの 歌う前にですね、ちょっと説明したいものがあって、このね、記憶の3番目の歌ですね、この飲みたいを浴びるほど眠りすくまで男にはすがある、まあ、これをですね、まずはね、もちろん日本語ですね、それから中国語、あな、だから中国で、ふいべい、ぷやんつい、じゅうたうしゅうじょうりゃう、なんずはんよみんてん、にみんばいらま、ということ、これの意味なんですね。それから英語はね、I want to drink like a shower till I get a deep sleep, もう、ね、眠りすくまで。A man has, 非常にわかりやすく、A man has tomorrow, 明日がある。わかる、Do you understand? とこういうふうにしてるんですね。そこで、わびながら、I am sorry、わびながら、定着酒、I am sorry, lonely 酒ですね、演歌を聞きながら、だから演歌はね、もう海外の言葉にしちゃってて、listening to Japanese 演歌にしてるんですね。それから、愛してる、I love you。これからも、forevermore。これちょっと難しくてるんですけど、わかるような、do you understand Japanese sake ということなんですね。これね、ちょっと長いんですけど、まあ、引っかかったらカットしますけど、だからこれをね、あと韓国語でね、例えば最後に上のに、ソルソリハミオソネヌンサケエンカルトルメンソサランゲオジグブトド、まあこれね、同じなんです、サランゲオっていうの I love you、 まあということなんですけど、まあちょっと行きましょうかね、これはよろしいでしょうか。ちょっとね、そこまで行きますからね、はいはい、ちょっと待ってね、最後の方に入れさせていただいたんで、ちょっと待ってね、ここだったね、ここですね、はい、では行きましょうかね。これから英語です。わかりやすい英語ですからね。Do you understand?
second part was in Chinese, and third part was in English, and last part would be in Korean language. I hope you like it.練習しました。ああそうですか。カラオケはよく行かれるんですか。カラオケはやっぱりインターナショナル的ですからね。なるほど。あの酒とカラオケと、やっぱり愛ね。はい。これはね、素晴らしいよ。なるほど。よくわかるような、わからないような、そんな感じもするんですけども。いや、あの、この歌をね、やったのは、はい、そのやっぱり愛と酒と、演歌が入ってるんですよ。そうですね。吉井久人さんでしょ。はい。英語ではレッツゴーって言うんですね。そうですか。わかりました。まあでも本当にね、カラオケっていうのはインターナショナルになってきたなという感じがしますけれども、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということでございましたね。いや、私も聞き取れてましたけど、これはですね、あのリトル東京、あのロサンゼルスのね、日本人がいるところですね。ここであの日本あのカラオケ大会がありまして、その中の私はゲスト出演させていただいたんですけども、まあ結構若いですよね、それでもね、ということがありましたけどね。まあこれがね、長いからどうかなと思うんですけど、もしあのダメだったらあのカットさせていただきます。そういうことでございまして、まあこれね、分かりましたよね。英語、分かりやすい英語、そして中国語、英語、韓国語と、もちろん日本語先に入りましたね。はい、続きまして広瀬さん行きましょう。どうぞ。広瀬さん、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。大谷さん、はい、スパイクをアシックスからニューバランス製に変更するようですね。うん、そうそう、ニューバランス。なんかバットもグラブも今年からアシックスから他の会社製に変更するようです。あ、そうなんだ。グラブはどこか分かりませんが、うん、バットはアーロンジャッジに提供している米国の会社だそうです。へー。私は個人的にアシックスという会社が好きだったので、少し残念ですが、大谷さんらしく、うん、新規一点を期すのでしょうね。少しアシックスという特徴ある会社のご紹介です。アシックスは前身を鬼塚商会といい、うん、戦後間もなく兵庫県神戸市に設立された。シューズ、靴などや作業用安全靴、直足高所作業や大工仕事に履く直接地面に接する旅状の履物など足回り製品が得意とする会社で、うん、高橋尚子、野口みずきなどオリンピック金メダリストもアシックス製のシューズを履いたそうです。初期のブランド名は鬼塚タイガープといい、世界でも有名なブランドです。なるほど。直足が危険作業に向いているのは、足の親指が分離した履物であり、親指で地面などをしっかりつかむからだといいます、現在全世界ナンバーワンのスポーツ製品メーカーのナイキの創業者が駆け出しの頃、商売に行き詰まった時にアシックスに弟子入りし、いかに足にフィットする靴を作るか一から徒弟みたいに勉強したそうです。え、そうなんだ。ナイキ創業者は靴作りを体得し、米国でそこそこ売れ出した頃、再度経営難になったそうです。それは営業所を作ったが、何かの事情で資金繰りがつかず倒産寸前になり、日本の関西系商社の日商祝いの支店長がナイキ創業者を、この人間は見込みありと東京本社に掛け合い資金提供し、無事商売を継続し、
後に世界的大メーカーに成長したそうです。いや本当だね。世界のナイキと日本の関西の会社のつながりはなかなかの縁を感じますよね。確かに。時に、ドルフィンさん、はい、日本の直旅はご存知だったですか？いやあのね、実際にね、あの番組でね一回あの、直旅、やってみましたね。あのほらあの歌う時にですね、あの日本の演歌とかですね、それから祭りの歌をする時に直旅、私初めて来ました。確かにね、あの発揮やすいんですよね。いやいやいや、そうですか。いやまたね、広沢さんの素晴らしい情報はね、非常に感謝しております。ありがとうございました。それでは続きまして、この方でございます。ズガードン、ズガードン、ドンドン、はい、行きましょう。ズガードンさん、よろしくお願いします。はい、ズガードン総帥さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ふむふむ、ラベデローサ氏がラジオで何か言ってたとな。うん、これはまた社長に掛け合って取材行かないとな。うん、デローサ氏は東京バナナ持ってくと喜ぶんだわ、スマイルマーク。いや東京にバナナであるんですかね。いやそういうそういう変な質問なんだけど、要するに日本ではバナナできないんだよ、他から来るんだよね。ただし東京のバナナとして持っておけば喜ぶのか。いやちょっとね、あのあれだね、今度説明してくださいね。はい、続きまして、通りすがりの満身、あ、通りすがりさん、もう一回あのお願いしてるそうでございます。通りすがりの満身王さん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、追加でもう一つ気になるニュースがあったので共有しますね。はい、お願いします。通算1997アンダーアンドラス、2016年最多セーブのグリットンらも候補。大谷翔平投手の所属するエンゼルスはまだ FA 補強を狙っているようだ。おう、米最大の移籍情報サイトトレードルーマーズは通算1997安打のエルビス・アンドラス内野手、ホワイトソックス FA、 通算74勝のマイケル・ワカ投手、レッドソックス FA、 通算154本塁打のゲイリー・サンチェス捕手、ツインズ FA らの獲得に興味を示していると報じた。こんないっぱい？スプリングトレーニングまで1週間余りとなったが、うん、エンゼルスの補強はまだ終わってないようだとするのは、うん、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者だ。数々のニュースをすっぱ抜いてきた敏腕記者は、上記の3選手に加えて昨季64登板のアンドリュー・チェーフィン投手、タイガース FA、 2016年最多セーブのザック・ブリットン投手、ヤンキース FA らとも接触していると伝えた。ファンはみんな取っちゃえ、取っちゃえ。エンゼルスがこのリストの全員を獲得すればアストロズと張り合うことができるかも、うん、と補強を後押しするコメントを発信している、うん、エンゼルスは今オフすでに戦力強化を施している、うん、これまでにドジャースからタイラー・アンダーソン投手を3年4000万ドル、ロッキーズからカルロス・エステベス投手を2年1350万ドルで獲得に成功、うん、ただエンゼルスにはまだ使えるお金が残っていると同紙は報じている。うーん、上位進出へ大谷、トラウトらと共闘するラストピースを揃える方向で構えている。ラストピースね、ラストピースっていうのはね、まあここでもあの話してるんですけど、やっぱりね、あの日本語で遊具騎士っていうのはショートが、一人がすごいいいショートが必要と、それからやっぱりね、6番目の先発ピッチャー、そしてやっぱりね、大谷さんとか他のピッチャーが投げてきて勝てるゲームを今まで勝てなく、今まではね、サヨナラ負けしたりとかいつも負けしてるんですよ。だからそれをどうやって抑えて最後に勝ち、もう勝てるんだから、それをもうきちんとね、みんなが長すぎと、そのクローザーできちんと買ってくれればね、まあ言うことないかなと思っておりますけど。はい、続きまして最後の話になりました。これは違う方法から来ていただきました。スマイルさん、お願いします。どうぞ。スマイルさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。世界の一部の人が自分たちは食べないのに一般人に昆虫食を食べさせようと提案しています。昆虫食、そして今年いきなり完全食と言われ、一般人の家計も健康も支え続けた卵がいきなり不足し、このような昆虫食のキャンペーンが至るところで始まりました。日本は鳥インフルエンザが起こったから
カリフォルニアは鳥インフルエンザにならないように鶏の飼育方法を変えたから病気になったわけではありません。そうなんだ。まあスマイルさんありがとうございます。で皆さんもねこれ聞いていただいて、日本はどうなってるのかいろいろ皆さんの情報もお待ちしておりますということで、いろいろねちょっと時間が過ぎましたんでこの辺でさよならさせていただきたいと思いますけども、一応ですね大谷さんのここがいいかな、やっぱりこれでしょうね、これですね、これですね、やっぱり雪まつりの、はい、ということで、本日も見ていただきましてありがとうございました。それでは See you later Alligator、 はい See you laterアリゲラ、いい音だね。はい、それでは皆さんはまた明日もお目にかかります。どうもありがとうございました。